売名行為とか宣伝行為とか投資、まあ大事かもしれないですけど、うん、一番大事なのは、はい、皆さんこんにちは。いないモテキチャンネルでございます。まだ慣れてないね。言い慣れてないけど。え？モテ企業塾じゃないんですか？違うんだよ。ごめん。塾生のつもりで今日ワクワクしてきたんですけど。ちょっとね、塾は解散しました。辰巳くんです。辰巳と申します。何人目の志願者ですか？辰巳くんは。何人目の志願者？覚えてない。150人ぐらいです。そうです。あなたは153人目の志願者。ありがとうございます。153人目の志願者、辰巳です。はい。僕が、令和の虎に、虎として出て、2回目の撮影かなんかで、志願者で、ちょうどだから2年、ちょいか、経ちましたけど、はい。実は先ほど、辰巳くんが新しくオープンした、サムライビューティーというね、メンズが美しくなるためのサロンということでいいかな。はい。はい、メンズビューティーサロンって言ったりしてます。メンズビューティーサロン。はい。MBS よね。MBS。マリーナベイサンズですね。マリーナベイサンズ。はい、上手。うまい。繋がってる。はい。ということで、ちょっと行ってきまして、実はちょっとわかりますかね。まあ、ちょっと別の動画で流れてるかもしれないですけど、眉をまずちょっとやってもらいました。すごい綺麗になった。これ自信あります。多分画面越しでもわかると思います。これね、ビフォーアフター出しておいてほしいけど、これね、だいぶすっきり男前になりました。なってあとね、これはね、ちょっとね、この感動を伝えたいんだよな。これ伝わんないんだよな。画面、それね、画面越しだと伝わんないんですよ。肉眼の方が。ね、めちゃくちゃ、ツルツルです。爪の形も綺麗になったし、爪もツルツル。50代以上の方はね、多分、分かっていただけると思うんですけど、ボロボロになるんだよね。老人になると。岩井さんもなんか似たようなことをおっしゃってました。そうそう、あのね、爪に縦線が入ってくるの。うん、おっしゃってた、おっしゃってた。ケラチン不足みたいな。はい。そう。それがね、もう、ちょっと、いいですよ。二十歳ぐらいの爪になってます、僕。あ、年齢とともにあれ、そうなるんですね。なるの、なるの。あ、そうなの。みんななんだ。そう。だから老化現象なんだよ、ね。はい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 。で、これ多分ね、手だけ見たら、いや、50代の手には全く見えないと。見えないです。はい。まあ、そんな感動したサムライビューティーから、今、やってきましたが、問題はあと10分で、始まっちゃいますね、レイトラ。レイトララウンジのモテキ。ラウンジの一日店長会。はい。なんで10分で。はい。10分でやりましょう。じゃあ、ノーカットですね。ノーカットでいきましょう。はい。無駄話できない。はい。ちょっとじゃあ、まあ、過去の話しますけど。はい。1回目、志願者として出ました。はい。オールになりましたね。はい。あれ、僕と林さんでオールになったやつかな。はい。そうです。で、そのオールになった後にもう1回出ましたね。もう1回出ました。はい。はい。バーターで。これ何でしたっけ？林社長志願者の会に、はい。タイガーカジノジャパンを全国展開したいという、はい。バーターで、ハイサーメインで、ね、僕もお供させていただきました。はい、はい。でもまあまあ結構たくさん喋ってたね。そうですね、はい。あれだもんね、ヒカルさんの回が出るまでは、ナンバーワン視聴回数だったもんね。ずっとナンバーワンでしたね。それも僕、トラで出させてもらったんですけど、ここでもまたオールになりまして、2回オールになったんですよ。これ多分初めてですね。1人しかいないんじゃないですか。長い令和の虎の歴史の中で。僕、令和の虎詳しくないんで。はい。専門家。2回オールになったのは、辰巳くんただ一人です。そして2回オールにもなったのに、なんで今サムライビューティーなのっていう、その後の変遷。そうなんですよ。どういう流れだったのかを、ちょっと言える範囲で、簡単にこう、はいはい。8分ぐらいしかないですよね、残り時間でも。そうですね。だから2分ぐらいで喋る。ちゃんと喋ると、多分30分はリアルにかかるんで、ざっくり言うと、うん、カジノ留学っていうプロジェクトをまず仲間と一緒に作っています。はい。それと同時に、その秋口ですね。うん。林社長と国内に、昼間はカジノの学校、夜はアミューズメントカジノバーっていうタイガーカジノを作りたい。うん。まあ、そのプロジェクトも始まりました。うん。茂木社長はどちらも関わっていただいていると。そうですね。スポンサー出資者として。はい。で、からの、2022年2月。うん。まあ僕をはじめとしていろんな方々、うん、はい、楽しくポーカーをしてたことがちょっと世に炎上してしまって、そんなことがあった。そうなんですよ。知らない。ポーカーやるだけだったら別にいいじゃん。今まで黙ってました。実はそれが理由で、はい、人生で一番の過ちというか、まあね、カジノ、はい、カジノをテーマにしたちょっとどっちもねプランだったからね、はい、うん、特にまあ、はい、一番ナーバスなね、はい、ところでしたね。それは正直無理くり続けようと思ったら、うん、遂行できたかもしれません。はい。ただ、もう僕自身ちゃんと仲間と話をして、うん、
今は一旦退きたいっていう話をして、うんうん、この世界から、この業界から、うん、このプロジェクトから一旦引き続かせていただいて、うん、林社長と一緒に2022年の3月ですね、うん、株式会社 FC チャンネルっていう林社長のもとでそれを立ち上げて、いろんなフランチャイズ本部をサポートしていくと、はいはい、という、会社を一緒にやらせていただいていて、飛ぶ鳥を落とす勢いのあの FC チャンネルは結構ガツッと関わってたんだね。ガツッともう、はい。実は裏方で。はい。結構出てたもんね。そうですね、うん。はい。はいはい。なるほど。で、その後は？で、それと同時に、もともと僕、美容師だったのをご存知ですよね。知ってる知ってる。美容師だったっていうこともあって、もともとメンズ美容とかそういう世界に興味があったし、うん、ビジネスとしてチャンスだと思ってたんですよ、ずっと。うん、っていうことで、これ、作ったらいいじゃん。うん。と思って、テストマーケティングを2022年の11月頃から始めました。はい。その時はね、王様ネイルっていう名前で、メンズネイル専門店でやってたんですよ。うん。うんうん、で、そしたら、うん、テストマーケティングなんで、広告とかバンバン打ってないんですよ。うん。なんですけど、新規のお客さんが結構お越しになる。はい。Google マップとか、ホットペッパービューティーを見て。うん。週2回の営業なのに。うん。で、そこで確信して、これはビジネスできる。なるほど。もともと美容師なので、その美容師法とか、サロンについてはある程度業界については理解もしている、うん、なのでこれを一番のチャンスだと考え、僕はそっちにベットを今してる所存です。なるほど。とあれだね、ってことはもう今は完全にサムライビューティー一本で、はい、もう、はい、やっとると、はい、はい、ビジネスって成功する確率の方が低いじゃないですか、うん、誰がやったとしても、うんうん、そんな中途半端に片手までできないのはもうさすがに分かってるんだ僕も。まあそりゃそうだね。もうやるからにはフルコミットしないといけないっていう思いで今は、うん、はい、やらせていただいてます。なるほどね。じゃあまあ今は、ね、新しい道に進んでるということで。サムライビューティーにアンパンマンパンチしてます。なるほどね。あ、ん？ちょっとよくわかんない。はい。アンパンチ。アンパンチしてます。アンパンチしてる、ね。はい。もう無理やりなんかしようとしてる？はい、無理やりなんかしようとします。はい。そうですか。じゃあとりあえず、俺、2回とも金出してんだけどさ。はい。これ、どうしてくれるの？この金。まあまあ、もちろん返してもらってますよ。はい。はい、あの、事業としてなくなったんで。それで、申し上げますと、うん、実は、サムライビューティーが一番期待値高いと僕は今思ってます。うん、なるほど。はい。と、そこで、その、なんか成功したら、ようやく恩返しをしていただけるか。はい、もちろんです。あ、本当ですか。ありがとうございます。なので、ゆくゆくは、はい、あの、まあ、サムライビューティーを、今は直営1店舗西新宿にしかないんですけど、はい、もしあのやりたいって興味を持ってくれる方がいらっしゃったら、もちろん全国にフランチャイズ展開をして。なるほど。直営では無理です。僕は竹内社長みたいになれないです、うんうん、髪の毛剥げちゃいます。やめなさい、本当にやめなさい。本当に言わなかったでしょ。なるほどね、はい、なので僕はもうフランチャイズ展開でサムライビューティーをこの3年間で大きくするっていうのが今人生最大の目標です。なるほど。はい。じゃああれなんだ、林さんのところに入って学んだことも全部今繋がってんだね。もちろんです。もう林、はい。カジノの件でいろいろオールになったのに、はい、わざとかけちゃったのも全部繋がってるわけだ。わざとじゃないですけど、ね、その、はい、ことの成り行きという申し訳ですか。はい。でも林社長って本当竹村先生の、うん、本当マインドがもう入っていて、そこに茂木社長のマインドも入ってるので、もちろん。なるほど。それはもう、期待値高い、くないとおかしいです。いいですね。はい。はい。じゃあもうぜひ、自信あります。ね、皆さんに恩返しをする場合ね。はい。はい。本当に時間がなくなってきたんで、最後、一個だけ、はい。はい。これからね、令和の虎に出る。はい。志願者の方に、元志願者として、はい、なんかアドバイスいただきたいな。いいんですか？本当、偉そうに。はい、もう全然いいですよ、全然いいです。真面目になっちゃいますよ。はい。いいですよ。本当はいっぱいボケたかったんですけど、はい、尺がないと。もう真面目にやってください。はい、僕、これ、うん、志願者として出る前から、うん、自分では思っていて、気づいていて、うん、なおかつ出た後も、やっぱり僕の考えは間違いじゃなかったなっていうのを確信したんですよ、出てから。はいはい、そのマインドは何なのかというと、うん、令和の虎志願者、うん、まあ、融資だったり、投資だったり、うん、お金を求めに行く。っていう風に考えて出る人が多いと思うんですけど、うん、これ僕は実はそうじゃないっていうのが僕の考えです。なるほど。じゃあ何を求めるのか。うん、これは、人との人の価値です。つながりの価値、うん。売名行為とか宣伝行為とか投資。まあ大事かもしれないですけど、うん、一番大事なのは、その
令和の虎の虎の社長たちだったり、岩井さんと、出会う場面として、そこにまずバリューを感じてほしいんですよね。うん、そして、それを求めに行ってほしいんです。その先に、あの50分の先に、その人との、人と人の縁があるので、それを一番バリューとして考えて、志願者として僕は出てほしいなと思ってます。いやー、これね、本当にそう思います。あの、初めていいこと言いました。初めていいこと言いました。初めていいこと言いましたけど。でも、これ結構、たくさんの志願者の方と会ってきて、うまい人いるよね。その志願者の中で、その後に、こう、虎の皆さんとか、すごくこう、仲良くなって、で、そこでまたいろんなビジネスどんどん広げていける人っているじゃん。だから、まあ、出たら終わりじゃないよね。はい。ね、そこからです、むしろ。そうだよね。出てからの。で、そこから勝手に仲良くなれるわけでもないし、出た後にどううまくコミュニケーションをつなげていくかっていうところが重要だし、それをうまくできるとすごく面白いことになるよね、皆さん。ちょっと皆さん、これ本当に、あの、真理だと思いますので、ぜひ、心に刻んで志願していただければな、というふうに思ってます。はい。すいません、キャラにもなく真面目なことで。はい。じゃあちょっとね、あまりの時間のなさに、こんな感じになってしまいましたが、はい。最後なんかあります？茂木社長のあのアドバイスとかいただきながら、サムライビューティーっていうメンズビューティーサロンを経営してますので、これからも長い目で茂木社長並びに辰巳のこともよろしくお願いします。最後締めましょう。君もサムライビューティーへゴー。